今日こちらのねスティーズ、こちらね CTSVTW コンパクト&タフボディなんですね。これねで結構ボートでやるんで近距離こう穴打ちとかパーンパーンってる時にめちゃくちゃいい。でこれでこうちゃん俺遠投も、はい、もうアンタレス並みに飛距離出てた。マジっすか。うん、だから遠投もいけるし、要するにもうこの近距離がいける。もちろんね飛距離ではアンタレスの方が飛距離出るかもしれないんだけど、うん、総合力ではこっちの方が10倍ぐらい高い、うん、だからスティーズが俺はベイトの王様だと思ってて一番好きですね。これなんとこうちゃんにたまたま今ばったり偶然、はい、偶然出会っちゃいました、はい、嘘ですけどはい、これこうちゃんスティーズ、はい、これこのフォルム美しいです。こうちゃんはシマノが好きですか。いや、ダイワが好きですね。あ、ダイワ派。はい、いや、どっちも好きですけど、いっぱい買いました。スティーズを使ってみて、うわあもうスティーズがないともう釣りできないこれがないと俺釣りやらないっていうぐらいの使い心地、うん、あとこのスティーズのファイアウルフの竿とのコンビが確かに本当にベストマッチしてボートでやるとき、うん、めっちゃもうバックル絶対しないんですよ、うんうん。でなおかつおかっぱりで遠投してみたの、はいはい、ブエーンって 100m 以上飛んで、おアンタレス超えたんじゃないかっていうぐらい飛距離も出るし、うん、遠投もいける、うん、近場もいける、うん、これ1本あれば全部が完結するっていう。もうこれ1本でいいですね。これ以外の差を使ってもいいけど、アンタレスの良さもあるんですよ皆さん、うん、ただこのファイアーウルフとスティーズっていうのは日本で1番ですね。これ以外のこれ以上のものはないと私の個人的意見ですけど、こうちゃんの一番のそのベストタックル、一番お気に入りは何ですか。僕ですか。うん、使ってて自分の好きな。いやでもベイトリールは、うん、台輪が低いんですよここ、うんうんうん、だから持ちやすいんですよ。あの、うん、手が痛くならない。あとそうする、あとねアンタレスのモンスタードライブとか大きすぎちゃって、はいはい、俺手ちっちゃいじゃん。そう手ちっちゃいから、はいはい、あの180ぐらいある人ならいいかも、うん、手がでかい人は、うん、ただモンスタードライブでかすぎちゃって、そう大きいです、ちょっと大きいかなって、うん、ただこのスティーズはもう日本人にしっくりくる、うん、そう、それはめちゃめちゃ使いやすいの、うん、そこはダイワが勝利ですね。そうダイワの方が、うん、そうですね、うん、低くてちっちゃくて、うん、扱いやすいですね、うん、で俺こうちゃん使ってるのあの軽かったの、はい、あの100の HG が100、はいはいはい、あれがめっちゃ持ち、それはちっちゃいのね、はいはいはい、あれめっちゃいい、めっちゃいいいいけどスティーズにはやっぱり負けるかなカルカットはかっこいいですけどね、うんうん、カルカットも好きなんですけどやっぱそのスティーズの凄さを俺、うん、もう皆さん今まで嘘言っててごめんなさい、もうこれが一番でした、うん、これ自分の体で肌で言って自分の好みはこれ、持ちやすくて使いやすい。ちょっと中とか見てみる、みんなもうね、実調で今日今から釣りますからね。動画何分にしようか、30分にしようか。今日2時間でいきましょう。2時間もちょっと長いからさすがに30分でもだいぶ長いって言われてこの間動画したら800回やった800回ってワットボタン押されちゃってどうしちゃったんすかって。いやー分かんない、俺が悪いのかなみんなこれ見て、スティーズのメカニカルブレーキ半端じゃないでしょ。でCT っていうのはコンパクト&タフボディなんですよ。で SV でしょ、で TW も入ってる。でここのこれくぼみがもう普通じゃない。でこのスプールもね最強なんですね。で今日はこれでねガチッとロックして落ちないようにして、でここで今ドラッグ調整っていうか、ここにね12とかあるから、ここでいろいろここで強度をね調整できますと。もうこれ1本あればこうじゃんこれ、うん、普通に実調動画したらもう伸びないんでこういう道具僕ね商品、今度もね商品紹介釣り YouTuber、 あ、いいっすね。こちらのカウントダウンでスピニングも使ってきます。はい、今日のスティーズ超高機、はい、スティーズ超高機すごいですよ。もう僕ねスティーズのために、はい、僕ね今までねちょっと勘違いしてました、はい、自分を勘違いしました。もっと謙虚にいかんなと。はい、スティーズのおかげで釣りができる、はい、ね、小川船長に乗らさせてもらいますんで、スティーズの凄さをねいかにすごいベイトリールなのか、それを皆さんにちょっとね、一緒にやっていきましょう釣りを。気をつけてこうちゃん、気をつけて、怖いよ。落ち、まあ落ちても軽傷で済むと思う。あれ小川さん、ここから乗っていいですか。大丈夫です。じゃあ、いやースティーズはどうかな、今日のスティーズは。久しぶりです。
小川さんお久しぶりです。2ヶ月、3ヶ月ぶりぐらいですかね。夏でしたね。夏でしたっけ。黒大をなんかやったような。あ、そうです、黒大を4人で今日はどんな感じでしょうか。まあ、シーバスハイシーズンだもんで、とりあえずシーバスを。あ、今がシーズンで、はい、あの結構超過が。そうですね、坊主はないかな。坊主はないです。あ、じゃあちょっと楽しみにサイズはどうでしょうかね。もう分かんない、運ですよね、これは。サイズは運かなってことですね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。本当に感謝、やっぱスティーズに感謝ですね。あ、どうもどうも、すいません。緊張する。こうちゃん、やっぱり今俺が感じてるね、生きてることに感謝かな。やっぱ感謝しなきゃいけない。釣りをさせていただいてるっていうか、今までの横柄な自分にもさよなら、反省しましょう。反省します、はい、ありがとうしか言えないですね、はい、視聴者の方々には、はい。まあ、たまに頭の悪いクソみたいな視聴者もいますけどね。でも、あ、いけない、ごめんなさい。そういう人にも、いや、今出ちゃったそっちが、はいはい、すいません。早いっす、はい、こうちゃんも救命胴衣つけてるね。はい、救命胴衣必ずつけましょうね、はい、私はね、こうちゃん泳げないから、はい、このさらに、なんすかこれ、この浮力が強い、はい、その桜マーク。あ、これ自前ですか。買ってきました。すごい、泳げない。めっちゃ綺麗じゃないですか。生まれ初めて使います。え、いつ買ったんですか。いや、ずいぶん前に買って置いといて。桜マークっていうのはその安全基準が高いから、はいはいはい、だから皆さんもね、こういう腰巻き、ただ肩が凝るかもね、ちょっと、はいはい。こんばんは。じゃあこのスティーズの凄みをね、船でも行けるスティーズ。うわ、すごいわ、やっぱスティーズやっぱバックらしない。これ岡田さん、水深何メートルですか。水深は 3.6 です。あ、結構あの早巻きでいいかもしれないですね。トップでも出るぐらいの。何回かコーディションのは見えてますから。あ、ボイルしてるので、皆さん、ミノーの早巻きで、スティーズがまたいいよ。これジャークソニックってジャーキングっすか。ジャーキングしてもシンクってもいいですけど、バッと巻いてきてもらってもいいですか。あ、いいですか。クタ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 ク、一等で、でかい。これはでかい。マジ、ウェイシ、みんな来た。ちょっとこれ画角が悪いか。マジ食った。これはいいね。マジいいサイズが。これは、うわ、スティーズ、ブラックバスだ。ブラックバスうわ、3頭でついちゃった。すげえ、うわすげえ、やばいやばいやばい。丸飲みだ。え、すごいすげえ、村田さんのジャークソニック、やばいやばい。丸飲みやった。うわ、あ、すいません、すいません、これはブラックバスみたい。ちょっと一回血が出る。あ、すいません。こうちゃん食べてこれ、はい。スティーズのおかげ、はい。あれね、スティーズでないと釣れなかった魚よ。え？それ取れるんですか？外しますね。よし。ありがとうございます。ちょっとじゃあ。あ、来た。ナイスサイ。いいよ。イエー。どう？めちゃくちゃ楽しい。釣れた？釣れた。今オープンウォーターちょっと大きい。いいね。こうちゃん。やば。いいよ。うわぁ、ベーシベーシベーシ。うわ、ちょっと大きくない？こうちゃんの、うわ、サイズがでかい。こうちゃんでかいぞ。ベーシ、これはいいぞ。ベーシ、ナイスナイスナイス。ベーシ、うわ、怖い怖い。ベーシ、よし、やった、70きたか。でかいでかいでかい、ベーシ65ぐらいやな。65、初シーバス。うわ、家で飼育したいな。初シーバス。水を投げます。え、これこのちっちゃいので、ちょっと魚神さんの大きいやつ借りてもいいですか。あ、どうぞどうぞ。こうちゃん、初めてのシーバス。初めて。やっぱりこれスティーズのおかげでしょ。あ、えって言って、それはスティーズ、はい、今日スティーズいいだから。そう、スティーズで、スティーズがあれば釣れるんですよ、皆さん。でー、かっこいい。まだ来た。フェイス、いいやん。サイズを来てる。でかい。来てる来てる。入れ食い入れ食い。でかい。あんま大きくないっす。あげてあげて。じゃあ、あ、ここ投げるわ。いけるいける、ナイス、イエーイ。よっしゃ、これ持ち帰れるじゃん。あ、これ持って帰って食べや。これ食べましょう、刺身にして。はい、シーバスうまいからね。入れ食いやん。むちゃくちゃ楽しい。入れ食いやん、はい。それ何ルアー。これ村田はじめさんの、はい、村田さん最強。今日買ったジャークソニック。そうですそうです。これみんな来た。や、やばいやばい。バケモンっすか。うわぁ、いいね。やっぱラパラだね。楽しい。これはなかなか来た来た。入れ食い、やばいやばいやばい。
やばいやばい、でかい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 、きたうわうわぶち抜くのそれこうちゃんも来た、はい来ました、やばいよ、おおお、今日めっちゃ食いがいいよ、めちゃ食いがいい、まだ釣った、でかい、まあ普通です、皆さんありがとうございます、お母さんありがとうございます、やっぱ海に感謝ですね、これは今日も釣りができて、お母さん僕のもいいですか、はい取れない、僕取れないです、取れない派か、ちょっと待ってください、オッケーオッケー、めちゃくちゃ酔いそうっす、スティーズ、おいスティーズか、ナイス、ちょっとでかくない今回これいいんじゃない、これいいっすね、ちょっとサイズいい、はい、でかいでかいでかい、でかい、記録記録や、こうちゃん、でかい、やばいやばいやばい、これでかいでかい、うわ70いった70いった、これでかいわ、でかいです、でかい70だ、めっちゃ突っ込みすごかったもん、これはやこうちゃんやばい、やるよ、超楽しい、やばすごいよ、めちゃくちゃ楽しい、いや小川さん今日結構バーバード釣れますね、まあいい時間ですからね、時間帯がいいのと、あと腕がこうちゃんの、これはでかいよ、70オーバーだよ、何センチだろう、こうちゃん1匹だけ持って帰ったの、食いきれん、食いきれんか、トレーニングした写真撮りたいんですよ、私その村田さんのジャークソニックがすごかったんだね、すごいっす、どれ見せて、ありがとうございます、あ、ごめん危ない危ない、 OK、 これ村田はじめさんの今日買ったの俺が、はい、上州屋で、これめちゃもう短時間ですごい上がってます、ちょっとこれ危ないな危ないな、これ写真撮りたいっす、ちょっとこれ60、待ってよ、正確に俺やったけど口閉じだからここだよな、この辺だな、あロットと64ぐらいかな、めちゃめちゃ釣るやん、なんかもうほんと当たりが明確に、やっぱみんなねこのスティーズのおかげなの、これスティーズにそのラッパラつけてみたら、あそれやります、やりますね、こうちゃんがまた釣って65、もう今日10本目ぐらいじゃないかな、いやでかっちょっと持っていいですか、こうちゃんこれやばいよ、持って持って、ここを持って、はいはいはい、こっちの動画で全国放送するから、はい、再生回数1000回、はい、1000回だけど来たー、待てよ、測るぞ、20、40、65、やったー、60、65ぐらいだ、重い、みんな見えてる、そのルアー見せて、これやばいね、やばい、もう赤がついちゃって、新品で1時間だって、他のルアー投げて、はい10倍釣れてる、はい、10倍、このキラキラが、要するにジャークソニックがブースターブレード超えた、はい、これすごいっす、うん、最近あのカメドンがブースターブレード、ブースターブレードっつって、はいはい、カメドン、カメドンっつって、あの見たことある配信、ナイス、見てあげて、はい、たまに闇書いてあげて釣り上げたらもうちょっとこうやってごらんとかそういう挑発も喜ぶから、マジですか、もうちょっとこうしたら釣れるよとかそれではダメだとかでもブースターブレードが押してて、はい、でもそれを超えてるかもね、だってこれめっちゃ釣れますよ、おー手回りにいるか、皆さんこのベイトレイルのおかげですよ、今日の釣果、あとジャクソニックちょっと行っていい、こうちゃんやるやん、今日持ってるな、ペーシ釣り馬じゃ、ペーシでかい、まあ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 いいっすよ、さっき今日で1、今日 1? いやどうだろう、60、よし頼む、こうちゃん連れてくれ、おい俺が取ったれよ、おい俺が取ったれよ、よしよしよ、ちょっと待って待って、いいよ粘るね、上がってこんか、楽しい、上がってこない、上がってこない、ちょっとどこ行くの、どこ行くの、いいよいいよ、開けて開けて、よし重いんじゃない、来た来た、よしよしよし、たまみ入れが、あ、そうでもないか、そうでもないか、ちょっといいよ、こっち来て、あげて、あ、そこにかかった、これ、すれがかりだ、ふぇっしふぇっし、いや、いいとこ行かんと、お母さん、小川さんの一番お気に入りのリールとかそういうのこだわりあるんですか、やっぱステラ一番気に入ってるベイトリール、スピニング、スピニングはやっぱステラですね、島の、あ、ステラが、でも、ね、あの細かい釣りやると台湾の方がいいですね、はい、僕、あ、なるほど、細かい
釣りっていうのはそのベイトもスピニングもってことですか。例えば根魚とかやるのは僕島のより台湾の方が好きですね。ああ台湾の方が、はい、僕も今一番お気に入りのリールはこのスティーズっていう。僕ベイト自体は使わないですからね。スピニングばっかなんですか。スピニングばっかです。あでもジギングぐらいですね今の小川さん。若い子って、はい、僕はスピニング好き。僕もスピニングばっかりなんですよ9割、はい、でないとベイトなんで使わないの、ベイトすればもっと釣れるって言うんですけど、はい、そんなことないですよね。ベイトを使えばスピニングの倍釣れるみたいな、そういうことをコメントで言われるんです若い方が。スピニングが投げれないじゃないですか。え、どういうこと。スピニングの方が難しいですよね、キャストとかも。スピニングは結局待て、まだこうちゃん、はい、やっぱスティーズだわ。やっぱスティーズだけ俺は本当に今日スティーズ来てます。スティーズがいい。釣れた釣れた釣れた、はい、スティーズで一匹目で、はい、今ちょっとチョークが釣れなくなったんですけど、はい、今日は全部スティーズのおかげ。やっぱスティーズすごいっすね。スティーズ本当に、うん、スティーズが最高ですよ。洗濯屋こうちゃんってコメント来てる。今ライブ配信してるんだけど、はい、洗濯屋こうちゃんって何、はい、コインランドリー経営してます。マジで。そうですよ。サンビーこうちゃんって何。あ、付き合っちゃいけない職種があるんですよ。おうバンドマン、おうバーテンダー、おう美容師、みんなサン B から始まるじゃないですか。ほうほうほう。サン B 欲しいね。めちゃくちゃ楽しい。最後ちょっと根魚を狙っていこうかな。はい、お母さんじゃあ投げていいですか。はい、ちょっと船長さんのね、船頭さんの話をよく聞いて皆さん。僕、はい、メバルもカサゴも釣ったことないです。ないの。はい。カサゴスリーパーそれ何グラムなんですか。これは10グラムぐらいかな。14グラムぐらい。結構だいぶ重い。もっとちっちゃいのがいいかな。あ、いいです、これ大物。こうちゃん釣って。ここ テトラスか。お、いや、沈みなんですけど、はい、まあちょっと重かったら、その左側の壁の方も焼けてないけど。あ、わかりました。軽かったらその石の際から攻めてないかな。はい、来た来た来た。でかい。来た。サイズはわからない。でかいんじゃない。来た。何が来た。わからない。巻いて。来た。鬼カサゴ。カメラカメラ。ちょっと待って。来た。初めて釣った。鬼カサゴ。何これ。カサゴです。知らん。カサゴで大丈夫だよ。針気をつけて。ちっちゃい。あ、こうちゃん。ぐらいが雨ですよ、多いかな。次だって今日。メシ。一人で釣りすぎも。メシ。すごくない今日。これ何？アイナメアイナメ。みんな多分カサゴ。カサゴです。こうちゃんこれバスと一緒だから取ってみや。簡単だから。はい、危なくない。普通にバスみたいに。はい、ただ背中のトゲが尖っとるから。また持ち上げて、はいはい、このぐらいのリズムで。やっぱポールで食うんすかね、小川さん。基本的にこうやって目ん玉が上に付いそうじゃないですか。はい、だからちょっと魚より上の目線持ってって、でそこから俺も食ったべし。来た来た、野生が来た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 、やばい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 、来た。小川さんでかい。小川さんやばい、俺もやばいやばい。来た来た来た、うわ三連発。え、小川さんでかくないそれ。それカサゴでかくないですか。カサゴでかいポーズね。これは煮付けで。来た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 。こうちゃんもやばいやばいやばい。釣りすぎだってこうちゃん、この今日。来た。あんた釣りすぎだよ。イエーイ。フィッシュ。フィッシュ。これはね無限なんだよ。来た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 。やばいやばい。また。また。何匹釣るんですか。50匹ぐらい釣ってる。やば。全部リリースしてます。ちょっとねカサゴを全部食べきれないし、ちっちゃいので、こういうちっちゃいのは全部リリース。やっぱり海に感謝ですね、こうちゃん。はい。俺たち海に感謝、琵琶湖に感謝。はい。じゃあ。こうちゃん、名古屋港に感謝。釣れました。もう感謝の気持ちしかないよ。クタクタ。もう引きがすごい。吉井さん、何匹釣るんすか。いや、100匹以上釣ってるよ、もう。もうこれ全部逃がしてるけど、ちょっとした技術で、釣果が倍になる。名古屋港に今日感謝だよ。ちょっとちびいから逃がすけど。釣るね、こうちゃんも。やばいっす。やっぱその、あ、小物釣りでもさ、こうちゃん小物釣りやったことある？はい、船とか。ないっす。あ、ないの？昔はあります。来たー。まだ来た。はい。小物釣りがね、今タナゴ釣りが枝ちゃんがやっててね、はい、奥が深いんだって。食った。もう合わせ方まで分かってきた。入れ食いの。すごい。今の普通の人じゃ乗らなかったな。こんなにここな、すごい魚いるってことですか？そうだよ。多分真っ黒なんだよ。
やばいね。大量におるんだ。とんでもない数がいる。このサイズばっかだけど、今日ちょっと小ぶりだけど、もう100匹どころじゃないよね、これ。これ投げて巻いたらずっと釣れ続けるの、このカサゴという生き物は。これ同じのが釣れてるとかじゃないっすよね。違う。どんだけ釣れるんですか、これ。さっきからなんか入れるたびに当たるもんね。そう、毎回。二頭に一頭は釣れるような。本当に冗談の時に100匹いけるっていう。ちょっと取れない。取れない？あ、取れた。こうちゃんもあれ、恋釣りはやったことある？恋釣りありますよ、昔ちっちゃい時、おじいちゃんにも。最近はないの？ない。あ、やばい。俺恋釣りをやりたいなと思って。本気でですか？そう、あのおじいちゃんみたいの改造ダークスリーパー、もう150匹以上釣ってる。名古屋港に感謝だよ。あとスティーズ、これがあるとね、もう半端じゃない。投げてね、スティーズでまた、はいはい、もう投げやすいのよスティーズが、はい、てか名古屋港がこんな楽しいと思わなかった。やっぱ名古屋港に感謝だね。名古屋港に感謝です。うん、釣り人に悪い人はいないっていう、こうちゃん、はい、そんなことないよね、はい、釣り人は物盗む、あの菊池が物盗まれちゃったタックルごと、はい、釣り人悪いね、はい、タックルの丸ごと箱ごと盗まれちゃって。本当っすよ。しかも撮影の初日に。いやでもいいよ、釣り人はいい人が多いよ。ちょっと揺れます、はい、はい、このシティーズの投げ感、もう差を持ってるだけで幸せだ今日は。スティーズと一緒に。カサゴとメバルって味同じ感じですか？僕はカサゴの方が好きですね。なんかメバルってめちゃくちゃ柔らかくないですか？柔らかいですね。ですよね。カサゴはもうちょっと柔らかくないですか？カサゴ結構トロッとしてる。ああ、いいな。いや、この間小川さんと行くって思ったり食べたんですよ、はい、めちゃめちゃうまかった、あの竹の子メバル、竹の子ですかね、めちゃめちゃうまかった、煮付けにしたら。動画配信しながらフェッシュフェッシュ、これは大きいぞ。おっ、そうでもないか。でもちょっと大きいじゃないですか。ちょっとサイズアップ、まあ、伸びだと、このサイズはやっぱ食べようと思って大きくなる。これ持ち帰りましょう。よし。いや、この間のこと教えてください。まあ、スピニングで結局ベイトと違ってその、はい、サミングができないとか、ええ、そういうのがどうしてもある人だと、はい、やっぱこの利き手じゃなくてもその投げる手と巻く手が持ち替えなければこうやって投げて、はい、ええ、サミングしながらもうすぐこうやって巻ける体勢にあればベイトと変わらず、うん、ですに、僕は右手で投げて右手で巻くんですけど、ああ左手で投げるってことですね。そうですね、もう左手で投げて右でやると。でもね、今現状だと左巻きっていう理由がやっぱあるもんね、ええ、耐えれる問題ですけど、昔だとやっぱ右巻きっていう、ええ、そうですよね。そうするとやっぱこの、ええ、右利きでもこういう左で投げてっていうスタイルになっちゃいますね。あ、左で投げて、これ見てください、これがプロの味。左手で投げて右で巻くと、はい、俺は持ち替えなくていいですもんね。右手で投げるんだけど、なるほど。昔スペイングばっかでしたもんね。もう昔僕始めたかも、ジリ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 って打ってるリールはもうなぜ右巻きでしか打ってなかったんですか。そうですよね。そう、これも結局着水する寸前ぐらいは自分がもう結局投げる感覚で分かっていれば、こうやってもう着水する寸前ぐらいもこうやってやればもう糸張った状態からスタートできるもんで、トラブルも、これリールはこれはまあ一つ前のステラスが、あ、 PE はどんな、 PE はこれ今めちゃくちゃ1.2 号かな、 1.2 号のちょっと最近ワラサとか多いですね。あ、ワラサ釣りを、小川さん今年ブリを釣られた。もうブリはまあ仕事ですもんね、小川さんの場合は。ありがとうございました。やっぱこうちゃん、俺らと違うのはさ、やっぱ仕事で毎日やってるから、はい、間違いないです。ダークスリーパーしたら今日最大の25センチ、ダークスリーパー最強。マジ今日最大じゃないですか。最大かもね、はい、やっぱでかいワームにはでかいのが来る、こういうこと。あ、そうですね、スピニングはそうかもしれない。こうちゃん、今日さ、このさ
忘れちゃったね、こうちゃん。あ、ごめん、絡んだんだけど、はい、このスティーズとファイヤーウルフのおかげでさ、はい、大爆笑じゃない？めちゃくちゃ忘れちゃう、はい、みんなね、これね、ダークスリーパーにファイヤーウルフにこのスティーズ、これだけ持っときゃいい。さっき俺スピニングはどうの言ったけど、やっぱりスピニングも俺は好きなんだけどさ、はい、やっぱスティーズのかっこいいもんな、使いやすくて、これ最高だぜ。スティーズのレビューで、はい、本当にスティーズの素晴らしさと コンパクト&タフボディ、うん、よかったけど、こうちゃんどうだった今日は。いや、めちゃくちゃ楽しいです。あんだけ釣るっていうのはもう今日こうちゃんの日やったね。いや、接待ありがとうございます。あ、やっぱその、あの村田はじめさんのあのルアーと、うん、あと投げるポイントと、うん、もう持ってる日やったよ今日。今日だって本当に10倍の俺のカウントダウン全然来なかったよ。カウントダウン投げて全然来なかったよ。うんうんうん、あのジャークミノ、うん、ミノジャーク、ジャークミノ、ジャークミノ、もう投げるたびに60が、うん、で普通のルアーじゃ釣れなかった。皆さん、普通のルアーじゃ絶対釣れなかったんだけど、これが強すぎちゃった。あとスティーズ、そう、スティーズとこれのおかげ、はい、最後はハンカー打ちだ、はい、そしてくどい、あ、怖い、くどいようだけど、このスティーズ、こんだけくどい人おらんでしょ。今日何回言ったの？あ、もう一番くどい YouTube 界で、来い、スティーズ来い、あの引きを味わいたいっす、マジで。お母さん、これミノーでいいですか？釣れそう、釣れそう、雰囲気わかる？俺これを釣れる雰囲気よ、こうちゃん。これ、これはね、イメージがくるわ、はい、明るくていいね、はい。最後、自分はこのカウントダウン、シーバスの王様、これで。はい、で、しかも岐阜の大垣長さ、あ、来た、え、あ、バレた、マジ、マジ今乗ったぞ、乗った、あ、あ、まあでもちっちゃかったんかな。いや、今なんか、え、で、何今の、マジ明暗の境でやっぱ騒いだら、来た、来た、うわ、こうちゃん、また来た、ちっちゃい、何やっとんの、こうちゃん、バレた、バレた、何やっとんの、こうちゃんって題名なんですよ。何やっとんの、いや、どこどこ最近ちょっとちょっとちっちゃいけど、こうちゃんおるね、あのサイズで、ちっちゃかったから乗らなかったの。あ、あ、おいおいおい、やばい、やばい、楽しくなってきた、食ったね、はい、投げて、ミノを通してこれば食う状況なんで、あ、これ多分食ったな、あの闇の中へ。乗った、マジ、イエーイ、最大来たか、ウエーイ、やった、うわマジじゃ、ごぼう抜き、ブラックアス、いいな、久々に見た、ウェーシ、これはでかい、これはでかい、あのね、超高速早負けてくる、マジ、あの投げて、なんだろう、ゆっくり回り取ったのを、はい、思いっきり高速したのよ、はいはい、食ってきた、当たりました。じゃあ最後にまたやってよ、何やっとんの、こうちゃん的な、はい、一発ビッグベイト、カメラ回しとるからこれ、はい、OK、やっぱりキャストカー、食ったか、くっそー、バレた、はい、あー、右流れた、やっぱいいね、こうちゃん、シーバス最高っす、シーバス、あとスティーズ、スティーズ、スティーズ、ファイヤーウルフ、これだけ100回言うよ俺、スティーズのファイヤーウルフのおかげ、今日は、あとは名古屋港のおかげだね、船長さんのおかげで、小川さんのおかげです、そう、小川さんだ、視聴者さんが一番大事です、自分は視聴者さんのおかげでね、今日も釣りやれましたということで、皆さんまたありがとうございます、バイバイ。